マドリード・セビリア高速線は、スペインの首都マドリードとアンダルシア州の州と、セビリア間 472km を結ぶ高速列車アベニューなどが運行される高速鉄道路線である。この路線は、スペイン初の高速鉄道路線として、1992年4月21日より、最高速度時速 300km で運行を開始し、 両都市間の所要時間は約半分に短縮された。数カ所に機関変更施設も設置され、標準機専用の電気機関車の導入や、それによるタルゴの乗り入れによって、高速新線の時短効果がスペイン各地に及ぶように考慮されている。マドリードのアドーチャ駅を起点に、全線で31カ所の橋梁と17カ所のトンネルがあり、カスティーリャ平野を横断している。 トレドの南側では、標高800メートルのシエラモレナを越え、ほぼ平地であるセビリアへ向かう。終点は新しくなった、セビリアイコール3タイコールフスタ駅である。道路線は、標準機で建設されている。また、電化方式も、今までのスペイン国内の電化方式である、直流3000ボルトに代わり、交流2万5000部位が採用され、12箇所の変電設備により、 河線に電力が供給されている。信号方式は1980年代にドイツで開発され、アイスなどが走行する高速新線で使用されている。LZB がこの路線では採用されている。信号設備は今後更新される予定である。沿線には追い越し用の駅と緊急用の駅が設置されている。 緊急用の駅にも一般的なプラットフォームが設置されており、緊急時には乗客を降車させ、バスなどに乗り移ることができるようになっている。許容軸重は高速列車が17トン、機関車が22.5トン、客車が16トンで、UIC 規格 60kg マイメートルレールと PC 枕木、バラスト軌道が採用されている。軌道中心間隔は4.2メートルである。 1986年10月11日に、スペイン政府は輸送力が、飽和状態にあるマドリードセビリア間に、新たな鉄道新線を建設することを決定した。1988年2月25日に24、編成のアベニュー用高速列車編成の国際入札が行われ、同年12月23日に発注された。初代アベニューの編成は、 TGV をトーロンティークがベースとなっており、1991年10月10日に受領している。1987年から工事は行われていたが、1988年12月には新線は標準機で建設することが決定された。これは将来的にフランス側の TGV ネットワークに接続する考えがあったからである。 翌年の1989年3月16日に着工が命じられ33ヶ月の期間で実施された。実際はそれより短期間の24ヶ月で建設されている。営業運転はセビリア万国博覧会に合わせて1992年4月21日より開始された。万博開催期間中は三体コールフスタ駅手前より分岐線が設けられ、 仮設駅が設置された。高速新線の開業によって、マドリードセビリア間の輸送シェアに占める鉄道の割合が急速に高まった。1991年と1994年を比較して、航空輸送の割合は40%から13%に、バスや自動車も44%から36%に低下したが、 鉄道は16%から51%にシェアを伸ばしている。全体の交通量も35%増加したとされている。スパニッシュ2ビルドモアハイスピードラインズインターナショナルレールウェイジャーナルセプテンバー1999ありがとうございます。